こんばんは。こんばんは。はーい。こんばんは。はーい、I love you。くるくるです。こんばんは。今ホテル戻ってきました。ナイトチャイ専用のコモよ、イエーイ、ちょっと外で声が聞こえるけど、はーい、ありがとうございます。はい、今日ですね、札幌の雪祭り行ってきて、え、嘘、声聞こえない？今、帰ってきました、ホテルの方に。はい、で、ちょっと、来れなかった方のためにもちょっとお顔を見せようかなと思って、今、夜の10時半です。I miss you。 さっきですね、会社の人たちとスタッフさんとご飯を食べてきて、今戻ってきました。久しぶりの北海道、楽しいです。友達が今日の見てフォローしてました。ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。何食べたの？今すごい匂ってるんだけど、ジンギスカンっていうものを食べてきました。うん、雪ね、今帰ってくる時に降ってて、ちょっと明日が心配なんですけど、やっぱ雪多いね。すごい雪多くて。はい、ゆうと、はーい。美味しかったです、すごい。Your hair is very fluffy and very beautiful. Good night, 大好き。ゆともりちんちんぷだ、寒い。パーマカバチ。マイク、こんばんは。やっぱりパーマが一番似合うわだち。ありがとうございます。Thank you。観光はした？観光は、観光っていうか、もう、なんでしょうね。移動してるだけで観光って感じで。なんか特にどこ行こうとか決めてないんですけど、普通に楽しんでます。まあメインは今日だったんですけど、雪祭りでもすごい、ちょっとそこでも話したんですけど、まあ自分なりに来てくれて、まあ何人ぐらいだろうなっていう予想してた人数よりはるか多い方がですね、来てくださって、すごい自分もびっくりしました。なので頑張れました。はい、いやでもみんなすごいよ。だって
雪すごい多いからね、北海道。なんか自分より積もってる雪を見るのは本当久しぶりで、めっちゃダイブしてきました。その動画とか写真も、はい、また Vlog なり自分のインスタなりにあげようと思います。今年少なめなんだ。でもすごい多いよね。みんな北海道の方大変だなと思ってました。でもそっか、声めっちゃ落ち着く。自分もね、ちょっとお酒飲んできてご飯食べてきたので、まあ眠いモードっちゃ眠いモードなんですけど、寝る前に、ゆうと今日誕生日、おめでとうございます。風邪気をつけてね。まだ来た、はい、指輪見せてください。お酒何飲むの？さっき何飲んだっけ？シークワーサー？合ってる？何のやつだったっけ？私も今飲んでますって。いや、エキス行こう、はい。まだ来た、はい。違うんだよ、なんかあったの、果物のお酒が。日本楽しいですよ。昨日どこの味噌ラーメン食べましたか？どこだったっけ。でも味噌でしたそのまんま、うん。いつ戻るの？北海道を十分楽しんだら戻ろうかな。今はホテルです。スープカレーも食べたんですよ、実は。ゆうと、はーい。ゆうと、今日誕生日なの。ゆうと、おめでとう。声がマジで眠くなる。もう寝ていいよ、もう10時半だもんね。土曜日早く、今日土曜ですか。土曜日早く寝て明日いっぱい遊んでください。多分世の中は今3連休ですか。はい、またね、札幌 Vlog 楽しみにしてる。ありがとうございます。お写真なり動画なりいっぱい撮ったので載せたいと思います。いや、本当はね、もうジンギスカンの匂いが今すごいから早くシャワー浴びたいと思ってたんですけど、ちょっとね、せっかく久しぶりに、ステージに上がれたので皆さんに挨拶したいなと思って、またね、全国ツアーなり、まあ曲はまだないんですけど、なんかちゃんと曲が揃ってからライブなり、まあできたらファンミーティングなりを、そうですね、階段をゆっくり上がっていきたいなと思います。うん、森がちっちゃいポート、こんばんは。またね、多分今見てくださってる方は、多分足立が好きで好きでしょうがない人たちだと思うんですけどそういう人たち、ありがとうございます。でもね、今見てくれてる方をもっともっと楽しませ
せるように僕は頑張りますので、ぜひね、気を長くしてですね、まあラジオの方もありがたく今やってますし、はい、あとそうですね、MC のお仕事だったり、さまざまなことをしていくので、一緒に頑張りましょう。分かってんじゃん、わらわら。分かってるよ。こんな人のインスタライブ見に来る人たちは、まあね、いつも応援してくださってる方たちだから、僕は君を大切にします。おうよ、はい、今日はありがとう、お疲れ様でした。でもコメントでなんか早く行ってほしいみたいな、このライブはアーカイブ残してるし、なんかアーカイブはねちょっと残せないんだよね自分。あの本当1秒1秒違うことを発してる人間だから、なんか後で見るっていうのができない、本当適当人間なんで、ごめんね。でも今ちゃんと見て、カップラーメン食べてる人でもいいですし、今ちゃんと私の顔見て。バレンタインですか、もうすぐ。世の中は、チョコ作りますか、みんな。作りますか。ワンチャン市販のものを違うとこに包んで渡してもバレないと思います。特に中高生は勉強で忙しいと思うので、足立に作ってやろう。ありがとうございます。チョコはもらうもの、そうですね、うちそれやるよ。やばい、いたし。意外とみんなそうしてる。一から作んないか、もう。どうですか皆さん、バレンタインって何ですか。チョコをあげる文化ですか。チロルチョコで十分ね。そう、意外と分かんないって。チロルチョコは分かっちゃうか。美味しいチョコをもらう日、もうなんかね、あの足立のファンはバレンタインチョコもらう人たちばっかなんよ。もう作る気がある人全然いないから今。足立、子供生まれたよ、お母さん、ご出産おめでとうございます。いいね、今このコメント見れて嬉しいです。作る、俺が作ります。あ、ありがとう。よし、行くか、そろそろ。これさ、一回さ、作って渡すじゃないですか、バレンタイン。で、男側が、もし返さなかった場合、女性ってどう思うんですか？わかんないよ、普通に気になっただけね。なんだよ、あいつってなります？
悲しい、それは。そっか、でもちょっといいですか、皆さんアドバイスします。こんな自分なんですけど、多分今学生の方見てるよって人ちょっと手挙げてるあれを送ってほしいんですけど、世の中の男性チョコもらって喜ばない人いないと思います。うん、だからみんなにあげてあ、学生の方いるね。絶対バレンタインの日にチョコをもらったら誰だって喜ぶって。うん、かっこ足立以外ね。もうね、学生の男の子たちはもう裏でキャーですよ多分。だから、ね、このバレンタインっていう素敵な日に思いを込めて買うんじゃなくて溶かしてあげてみてはどうですか。今もらうって人がめっちゃいたから、うん、足立欲しくないの？もうそういう年じゃないかなそれはもちろん嬉しいですよ。でもなんか、そうだよね、バレンタインで関係ないか。私最高何個？いや、そんな渋谷だったら小学生偉大じゃない、そんな素敵な思いを。皆さん最高何個ですか？何個でもあげるよありがとうね。靴箱にたくさん入ってそう。上履きの匂いがな、めっちゃ現実的。いいね、みんなワクワクしてますね、バレンタイン。友チョコ21個も作るの、はあ、すごいわ。あ、ねが、ユリボの軍番、こんばんは、こんきゅうと、アニエのちょうど、ハングゴード背景を。見てますよ。あ、部活の後輩ちゃん含めて40個のチョコを持っていく登校の通路はどない？袋パンパンに詰めるんですか？大変ですかね。いや、40個はすごいです。でもね、本当男の子たちは絶対喜ぶと思う。
みんな作ってるね、意外と。すんごいしんだけど、鼻水かんだ、鼻血出たわ。数字を何でも書いて、コメントに。私読んでるから。私まだ寝ないでね。いや、寝るよ。寝かしてください。北海道弁知ってるのありますか？え、北海道って、北海道弁あるんだ。教えてほしい。ね、コメント欄で盛り上がってるね、みんな。何でも読んでもらえるんか。今日彼氏と円満に別れてきた。え？ちょっと。お刺さる。ファンミ関西でしてほしい。ほんまかい？あ、ちょっと関西弁が。ファンミっていうか、自分ファンミよりライブをしたいです。でまだ4曲しかないので、なんか自分が喋ってもつまんないっていうのはもう目に見えてるので、ファンミよりかはライブをしてみんなとワイワイしたいですの人間です。そっか、試験つらすぎるか。みんな今多分勉強してる子もいると思うし、一曲どれくらいで書くの？いや、もうその曲によるかな。大学受験、ちょっと受験生だよって方教えてください。手挙げて。髪切る予定ありますか？これでも切ったんですよ。私のせいでまぶた重くなってきた。めっちゃ上げて今。はい、ゆうと大好きです。勉強するんで抜けます。勉強頑張って。ゆうとだ、はい。メイク落としてライブして、OK。そうなんだから、足立、ほんと自分のことを喋るより、皆さんのコメントを見て、こうやって眺めてたいです。ほんと一回やってみますか。もう何も喋らずみんなのコメントを見るっていう。せーの。愛の手を入れて、OK。 そうね、あたち笑かしたい、 OK、 やってみ。アーチの皆さんがどんぐらい面白いかもう僕は知ってるんだけど、あたちを笑かしたいっていう人がいるので、寝てるかもしれない、こうやって。あ、やべ、笑っちゃった。
足立笑えっていうすごい鋭いコメントいいね、なんか親しくていいわ、なんか、うん、そっちの方が楽だわね、お互い。おい寝るな、おいおい口が悪いぞ君。いや、もう11時になったらさすがに寝ましょうっていうか、ちょっと整理したりしないといけないので、あと3分来るの遅かった、またね、来た時遊びに来てください。ほんとランダムで登場するので、ぜひ友達とかにこういう足立っていう人がいるんだよって広めといてください皆さん、うん、こんな面白い人とは思ってませんね。面白くない。え、フィルターが知りたくて、これなんか適当に開いたらあったからやってる。全然答えになってなかったね今、ごめんなさい。なんかあった、職場の方に教えといて。そう、あとね、またいつ会えるか分かりませんが、次のね、シングルに向けて、日本だとシングルっていうんですね、何曲か入ってることをシングル、まあソロデビューをして、まあね、大きい会場でできればいいですけど、少しずつ頑張っていこうと思います。はい、よし、いきます。 Good night everyone. Bye. おやすみ。みんなも風邪気をつけてください。よし、またね、たくさん会える時間作ってくれたね、こちらこそです。早く寝ろ。寝ない。